すみたやチャンネル。すみたやチャンネル。どうも皆さんこんにちは。まつりすみたやのおしんちゃんでございます。というわけで今回はですね、お肌の大敵シミのお話でございます。先日おしんちゃんなんですけれども、ちょっと韓国のソウルに行ってきまして、美容整形外科の方でシミを取ってきました。その時の映像をどうぞ。はい、この今まで気になってきた、これで待って、はい、今まで気になっていたシミをついに取ります。写真かぶしとくね、この前撮った。はい、でね、うん、本当は全部やりますかって言われたんですけど、うん、おしんちゃんシミ取り初めてなんで、うん、ちょっとね怖いんで、うん、一番気になる2箇所だけにしました今回は。でやってみてよかったらほくろも全部取ったらかなと思ってね。ほくろあったっけ。ここはね、あー言うてね、あとこういうとことか、あとかこういうのを全部取りたいと思います。まあ、新着そこまでやったら俺もあのマットみたいに真っ白だわ、うん、なので僕は多分韓国に通い詰めちゃうことになっちゃうのかもしれない。そしたらそのまま付き合いますよ、その時は。はい、お願いします。どうせ一人じゃ不安でしょ。じゃあリュウジ君は脂肪吸引ってことで。いや痩せるからそれは。じゃあ今は麻酔してもらってます。はい、しばらくお待ちください。この後レーザーでシミを根こそぎ焼き取ります。はい、はい、こんな感じでね麻酔はしてもらいました。でその後手術室の方でレーザーでシミをもうね根こそぎ切ってもらったわけでございます。その後はしばらくこんな感じで絆創膏を貼ってですね、あの傷口が収まるようにしていたわけですね。でこの時美容整形外科のお医者さんから2週間は傷パッド、あと絆創膏をつけて絶対に日に当たらないようにしてくださいと。で大体2週間ぐらい経つと皮がねだんだん新しい皮膚っていうんですかができてくるんで、そしたら傷パワーパッドと絆創膏を外しても大丈夫ですと。ただ日焼けは絶対にしちゃいけないんで、必ず日焼け止めをちゃんと塗っといてくださいって言われてたんですね。ただはい、こちらおしんちゃん先日バイクでツーリング行ってしまいました。この時ですね、うっかりですよ、あの日焼け止めつけるの忘れててですね、真っ黒に日焼けしてしまったんですね。というわけで美容整形外科でシミを取ったあと1ヶ月経ったんですけれども、結果がこちらです。ででん、跡が残っとるやないかい。これね、美容整形外科さんではちゃんとね取ってもらったんですけれども、その後の お肌のメンテナンスが私ずさんすぎて、こんな感じで再びシミが舞い戻ってきてしまったわけでございます。で日本の美容整形外科さんに聞くと、やっぱねあのシミを取った後日に当たってしまうと再び色素沈着してしまってね、こんな感じで再びシミになってしまう。でもう一回取ろうと思うと、ある一定期間を空けた後じゃないと再びレーザーで取ることができないってことでね、シミを取ろうかなと考えている皆さん、特に男性ですよ、女性は結構お化粧とかしてね、あの下地とか日焼け止め塗ったりすると思うんで大丈夫だと思うんですけれども、特に男性、普段お化粧したり、特に冬ですよ、冬場なんて別に日焼け止めクリーム塗ったりしない人も多いと思うんですね。ただお肌のメンテナンス、シミ取った後は超重要、これねもう自業自得ですよ。はあ、やっちまった。というわけで今回おしんちゃんシミ取り失敗です。なんで次回はまたね美容整形外科の方でねシミ取って、今度はちゃんとねお肌のメンテナンスちゃんとして綺麗綺麗なお肌にしたいと思います。というわけでね、本当はシミ取りしてこんな綺麗になりましたっていう動画を撮りたかったんですけれども、まあ見事に失敗しましたというお話でございました。この動画が面白いと思った方は高評価お願いします。あとは再びねシミ取りやっていきたいと思います。あとここにねなんかほくろがあって、ちょっとイボっぽくなってきたんでね、このほくろもね次ね取ってみたいと思います。というわけで
おしんちゃん今後は美容に力を入れていきたいと思いますので、今後のおしんちゃんの美容整形の感じが気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで以上、あつりすみてやチャンネルのおしんちゃんのしみとりの話でした。それじゃあまた。動画を見ていただいてありがとうございました。まつりすみてやチャンネル、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。そしてこの度お祭り用品のノウハウポータルサイト、祭り塾がオープンしました。祭り塾ではお祭り用品の選び方、使い方、お手入れの仕方を写真と動画で分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。